ES は、まあ、基本的には7割、8割くらいは通ってたかな。7割通る ES ってすごいですね。どうも、春代理メンバーの星かけると2コマです。よろしくお願いします。お願いいたします。今回、日本大学4年生の先輩に来ていただきました。ちなみに、ニコマンさん、はい、日本大学からどこに内定されたんですか？コンサルティング業界に1社と、はい、あとはウェブ広告の業界1社と、はい、あとはメガベンチャー1社とスタートアップ1社みたいな感じ。4社内定っていうところですね、はい、外資コンサルっていうところがコンサルビッグ4。そうですね、ビッグ4ですね。日本大学からコンサルビッグ4に内定してる方が、うん、本当数名しかいないっていうところで。そうですね、統計とか東大、うん、あとは宮廷大みたいなところが結構多かったんですけど、その中でも本当に 10% ぐらいですね、マーチ以下みたいに呼ばれるところっていうのはそのくらいのレベルかなと思ってます。ということで、うん、その日本大学ってそこまで学歴が高いっていうわけではないと思うんですけども、なんかその学歴フィルターみたいなって感じなの？正直感じるところはありましたよ。結構、まあ、SPI の点数が例えばマーチの人よりも明らかに取れてるのに落ちるとかっていうの全然ありましたし、まあ、総計だったりとか9点の人が少し下駄を履かせてもらえるようなイメージっていうのはどうしてもあるかなと思ってますね。結構早めの段階で就職活動を始めたっていうことですね。やってましたよね。3年の4月あたりかなからはやっていて、4月からうまくスタートダッシュ切れるようにとは頑張ってましたね。やっぱり準備は結構大切でしたね。本当に大切ですよ。準備が8割みたいな形だと僕は思ってます。ということで、うん、まあ、その日本大学っていう大学から、はい、まずそもそもエントリーシートを出す段階で、うん、なんか僕はもう落とされてしまうイメージがすごい強いんですけれども、そこは通っていったと。そうですね、もう ES は、まあ、基本的には7割、8割くらいは通ってたかなとは思ってます。すごいですね。9割を目指そうっていうのは自分の中で思ってたんですけど、9割って相当難しくて、性格によってもあこういう風な人物像を求めてるとかって、はい、自分が合わなかったりとかもするので、まあ、大体7割くらい取れてればいいかなと思って自分はやってました。7割通る ES ってすごいですね。これからどんどん ES 出していくっていうところなので、どうやって書けばいいですか？ES 通るコツみたいなので教えていただいてもいいですか？あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。はい、ということでポンと多分公開、そうですね、5倍に、はい、多分なってると思う。ちょっと読み込んでいきます、うん、はい。ガクチカのポイントっていうところを、まあ、少しずつ解説していただけるとすごい嬉しいかなと思うんですけども、はい、パッと見はなんかそんなに何が違うとかは分からなかったというか、ちなみになんですけれども、7割通る ES を作るためになんか構成とかって何かしらあるんですか？はい、ありますね。結論から原因分析で、原因分析したのを課題特定して、施策1、そして施策2で結論で学びみたいな形とってますね。これどういったところがポイントなんですか？結論から話させていただくと、はい、原因分析を僕はしっかり書いていたっていうのがあって、多くの人が施策をちゃんと書こうとか、はい、自分の行ってきたことをアピールしたいって思いがちなんですけれども、課題をちゃんと特定できるかっていうのが結構大事だなとは僕は思っていて、課題って本質的な課題と本質的じゃない上に出ているような課題っていうのが僕はあると思っていたので、本質的な課題を捉えられてるっていうのを最初はアピールしてましたね。具体的に言うとどういったところなんですか？例えば団員54名全員にヒアリングを行うとかいうのも、普通に練習している中で、あ、こういうところが違うのかなって思うところはあると思うんですけれども、はい、それではなくて直接本人に聞くことによって、あ、こういうところがダメだったんだなとか、より真相を理解していく、本質を理解していくっていうのが大事だなと思ってます。もともとあったじゃあその浮き彫りになっていた課題みたいのはもともと何だろう？ここに書かせていただいたんですけど、はい、モチベーション維持が課題っていうのが本質的ではなくて浮き彫りになっていた課題だと思ってますね。それは皆さんで認識した課題みたいな、はい、ただそのじゃあモチベーションの維持っていったものを分析していって一個落としていくと、じゃあそれって原因なんだろうっていう風に思った時に本質的な課題が生まれるっていう風なイメージですね。その結果本質的な課題っていうのは何だったんですか？本質的な課題っていうのは、まあ、長時間の個人練習みたいなところかなとは思ってて、
まあ、僕自身が所属していたミュージカルサークルとかっていうのは、基礎的な練習とあとは演目に合わせた練習っていうのがあって、基礎的な練習を重視するあまり演目が頑張らないといけないような、そこが時間がなかったんですよね。なのでそこを少しずつ伸ばしていこうね、そっちを重要視してやろうねっていうのをスタッフとして入れてはいましたね。そこから先のポイントみたいなのってございますか？そうですね、その課題特定したらもちろん何をやってきたっていう試作になるんですけれども、その試作も結構重要なポイントが、まあ、よくみんなが試作1と試作2っていう風に分かれた段階で使うんですけど、はいはいはい、バラバラになってるケースっていうのもものすごく多いんです。ああ、はい、多分僕もやってます違うんですか？僕はそこつなげた方がいいかなって思っていて、例えば1でできなかったもの、足りなかったものをじゃあ試作2で補うというか、はい、別々の方法で課題を解決するんではなくて、その課題に対して両方から狙い撃ちするみたいなイメージ感で試作は作ってましたね。試作1と試作2っていうのは、これで言うと具体的にはどういったところを？個人練習は各個人に任せて、部員が集まる際団体練習にしましたよっていう風なのが一つです。試作1、はいはい、こうするとどうしても個人の練習、基礎練習が任されてしまうので、ばらつきが絶対に生じると僕は思ったんですよ、ね、そ, れそこに対して丸2で試作を打ったっていうのを流れとして、試作にはここにも書かせていただいた通りブラザー制度っていうのが、はい、ブラザー制度、え、これちなみになんか目を引くみたいなのあるんですか？ブラザー制度って書いたことによって、ただ試作を書くだけじゃなくて、なんとかかんとか一言でバンって言ったりした方がいい。そうですね、はい。ただ注意しなければいけないポイントとしては、ガクチカ全体を話してくださいとか、よく面接で 1,2 分とかあるとは思うんですけど、話しているときにじゃあブラザー制度って来たら他のこと何も考えられなくなっちゃう。ブラザー制度が頭いっぱい絶対になってしまってそれに苦労したので、1,2 分で全体で喋ってくださいとかいうときには、このブラザー制度は抜きにして喋ってください。どう考えるのかな相手はと思いながら常に考えてました。ちなみにその試作2のブラザー制度っていうのは一体何なんですか？ブラザー制度っていうのは、その歌がめちゃくちゃ得意な人と、じゃあ苦手な人を組み合わせることによって、じゃあここ補えるよね、逆にダンスでも得意な人と不得意な人みたいな、うまくマッチングさせることで一緒にモチベーションも上げられるような形にはしてました。先輩後輩とかもうまくそこでやりながら、ね、へえ、でもそれ書くの大変そうですけど、あまり書いてはないんですよそれは。でブラザー制度ってバンって出して、じゃあこれって何ですかって聞かれたい時用に答えるみたいな形。あー、面接のための準備みたいな。はい、そうですね。へえ。500字とか600字とか700字とか、結構分量が大きい、あの ES とか学知科に関してはもちろん載せてはいたんですけれども、まあ、400字とか、ちょっと少ないな、ボリュームどうしようっていう風な時には絶対に切るようにはしてました。7割で僕はいいってさっきも言ってたと思うんですけど、はい、7割にするためには、ね、次の面接で聞かれそうなことを散りばめておくことで面接の時有利に働くようにっていう感じで僕はやってました。自分が逆転したいなとか、なんか難しい企業行きたいなと思った時に、ES とかでなかなか通らないってことも正直あるんですけど、ありますよね。その終わった後、面接でいかに落ちないか、突破し続ける力があるのかっていうのが大事になると思うので、面接中心で僕は、はい、やってました。それでも7割はすごいですよね、普通に。次は何書いてますか？試作2が終わった後っていうのは、まあ、結果を書いていくんですけれども、結果っていうのもただ単に書けばいいっていうふうなお話ではなくて、先ほど あのモチベーションが下がってしまったよねっていうふうなところを、じゃあこうやったらモチベーションが上がったよねっていうのを結論で書いていくっていうのが、まあ、基本的な流れかなとは。ただそこだけで終わりではなくて、まあ、モチベーション上がったことによってどういうふうな影響が出たのか、それによって演目がうまくいったのか、顧客満足度が良くなったのかみたいなところ、つなげ方っていうのは意識してましたね。数字とかも入れていく方がいいんですか？これは僕自身は客観的に相手が分かりやすいようにするっていうのが結果においては大事だなと思っていて、ただ数字を入れればいい、数字っていうのはあくまでも客観的にそれを見るための手段だと僕は思ってるので、はい、数字ではなくても主観的ではなければ
で結果を書いて、うん、最後はそうですね、最後学びは書いてはいたんですけれども、はい、200字とか300字とか、はい、本当にちっちゃい ES に関しては全部切ってました。学びを書くよりも他のところに、ボリュームを上げた方がいいなとは僕は思っていたので、学びは面接で伝えるよっていうふうに思ってやってました、ね、今あの学士会について話していただいたんですけど、はい、ちょっと自己 PR も聞いてみてもいいですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。自己 PR の方がこちらですね。はい。自己 PR 書く上でポイントとか意識したことってありましたか。2点あって、はい、確かにでもこれめっちゃ面白い。